7日中日ゼロから2巨人、バンテリンドーム名古屋、巨人が連敗を2で止め、貯金を1に戻した。先発の山崎伊織投手が今季初、自身2度目の完封勝利で今季3勝目。再三走者を出しながらも粘った。中日戦の通算成績は2022年のデビューから無傷の5勝0敗となった。スコアボードには6回まで、0、が続き、5日の阪神戦。 東京ドームの6回から19イニング連続無得点だったが、7回1死満塁から角脇誠内野手が先制的地打を放ち、20イニングぶりの得点。この回は丸吉弘外野手も押し出しの死球を選び、大きな2点目を奪った。